丈夫？絶対遅れないでって言ってるんだってば。うわ、聞きましたか奥さん。この人の頭は三歩も歩かずに全てを忘れてしまうスーパー鳥頭ですよ。さては寝てやがりましたね。付属の隣だからいつもより5分くらい早く出ればいいよね。ただいま。ただいま。祭りは？もう寝ちゃったかしら？残念。せっかく入学祝いのケーキを買ってきたのに。
そうだな。ああ、明日は直樹に行ってもらうんだっけ。すまんな。本当は私が行ければよかったんだけどね。よろしく頼むよ。写真もね。はい。あの子、多分嫌がるからバレないようにね。ナオくん、起きなくていいの？寝ぼけてる場合じゃないよ。父兄が遅刻しちゃまずいでしょ。せっかく起こしに。あ、ほら、もうこんな時間だよ。まつりちゃんも急がないと。うん。ナオキ、貸し行き。じゃ、行ってきます。私は入学式の後の部活紹介オリエンテーションに出るの。料理部は大根のかつら剥きの実演をやるんだ。食べ物にそういう表現は使わないの。あ、始まっちゃったんじゃないかな。侵入しなくっちゃね。
暇ですね。水はセルフサービスですよ。お前、来てるならオリエン手伝いよな。意味がわからん。微妙だな。聞き流したふりをしながら興味を持ってくれたやつがいるかどうかが勝負だ。西名先生に殺されるっての。男を入れるための犠牲になるつもりはないよ。